はい、ということでございまして、日本第一党の桜井誠でございます。いよいよですね、今日が決選日です。11月1日。この撮影自体はね、31日にやっているんですけれども、一体どういうね、決着になるのか、まだわかりません。賛成なのか、反対票が増えるのか。この大阪都構想に関しましては、今からですね、5年前、橋下徹という男がおりました。このおっさんが主導して大阪都構想を進めました。結果的に言えば、桜井が潰したようなもんなんですね、あれ。なぜ潰れたのか。橋下と桜井のですね、会談が行われました。まああれ会談でも何でもないですが、誰が見たってあれはですね、ただの口喧嘩です。しかしながらね、あの口喧嘩で恥をさらしたのは橋下徹その人じゃないですか。そうでしょうに。橋下がね、あの時に散々人にですね、罵声を浴びせて、そして途中で逃げて帰ったわけですね。最後まで席についていたのは桜井なんですよ。まあもちろんね、個人的にも恨みがある。いやだから桜井誠という人間はね、あんた個人的な支援で、私の感情で大阪都構想に反対している。こういうバカがおりますけれども、一言言っておきます。私はね、支援でね、大阪都構想に反対してるわけではございません。何よりも大阪都構想の問題点を皆さんにきちんと例示した上で、その上で反対をしていますけれども、支援でね、仮にこれが支援で、この大阪都構想に反対して何が悪いって話なんですよ。あんなふざけた態度を取った男ですよ。大阪で彼がやったのは、来るなら来いと。お前たち外で騒がないで、大阪市役所に来いや。こう言ったわけですね。ですから私が東京から大阪まで、あんまりお金の話はしたくないんですけれども、交通費を払って、往復の交通費、そして大阪に泊まってますので、宿泊費も全部払って、自腹ですよ、これ。自分で払って、大阪に行ったら、何のことはない。あのおっさんですね。10分遅刻してくる。で、遅刻してきてごめんねも言わない。こういうことを何度もやってる。こういうおっさんなんです。だから最初から喧嘩になったんですよね。別にこっちだって喧嘩したくてしたわけじゃない。それでね、支援だなんだとね、こう述べてくる。支援だなんだと、お前がやってるのは支援以外の何者でもないと。こういうことを言う橋下信者がおりますけれども、こいつらは頭がおかしいんです。支援で一体何が悪いんだって話なんですよ。しかしながら、この大阪都構想については、もうすでに皆さんですね。皆さんはご存知のことだと思います。この大阪都構想、二重行政の解消を訴えて、大阪都構想というのをやってるんですね。しかしながら、今現在において、政令指定都市20以上あります。20以上ある政令指定都市の中で、一体大阪市以外のどこが二重行政だと言ってですね、騒いでるところありますか？教えてくださいね。そんなものないんですよ。で、大阪市と大阪都、二重行政。解消方法実は簡単なんです。というか、今回の大阪都構想で、これ明らかになってるんですね。一体何がね、解消法なのか。政令指定都市を返上すればいいんですよ。皆さんですね、今回の大阪都構想で、大阪市を4分割にするという話は聞いたと思います。これ4分割にするという話ではなくて、大阪市をなくすっていうことなんです。ですからね、わかりやすく言うと、大阪府、大阪市、まあ例えば梅田、1丁目、2丁目、まあこんな感じですよね、今の住所。それが、大阪府、中央区、何々ってなんです。大阪市っていう部分が消えちゃうわけですね。これをやろうとしているのが大阪都構想第一段階なんです。まあ、その後もまだ続きがあるんですけれども、問題なのはここの部分なんですね。大阪市を分割するということは、現在270万人が大阪市に住んでますので、この270万の4分割、まあ、単純計算で考えると、だいたい60万人ぐらいになるわけですよね。一つの区で。まあ、中央区とか淀区とかなんかそういうのをつけるそうですけれども、この60万人というのは当然のことながら、政令指定都市にはなれないんです。政令指定都市は100万人以上ですから、ということは、大阪市が消滅したことによって、消滅させることによって、政令指定都市の権限が消える。消えたことによって二重行政が解消できるというんであるならば、最初から政令指定都市返上すりゃいいだけの話なんですよ。そうでしょ？で、それをですね、大阪都構想だ。大阪都構想でなければ二重行政は解消できないと、ほざいているのが維新というバカ政党なんです。このバカ政党に対してですね、反対を今まで訴えてきたのが日本第一党です。5年前からですよ。まあもちろん5年前に日本第一党はございませんでしたけれども、桜井は猛反対しておりました。結局これはね、大阪というものを潰して、そして新しく都構想というのを持ってくる。もちろんこの名前自体にも反対をしております。都を名乗れるのは、帝がおわすから都と言えるんです。だから、京都がね、京都府と名乗るのは、決してね、問題があることじゃないですよね。1200年にわたって日本の首都であり続けたわけです。現在も日本の首都は京都です。で、150年前の明治のご一新の時に、天都令が明治天皇から出されております。天都令というのは遷都とは違いまして、一時的に、京都の機能を東京に移すということ。まあだからコピーを作ると考えた方がいいんでしょうかね。だからなんです。東の京都で東京都と読むんです。東の京都なんです、ここは。ですから、東京都と名乗るのは決して問題がございません。問題なのは大阪です。なぜ大阪都と言わなきゃいけないのかと。まあもちろんですね、今からですね、千数十年前だったかな。1000年以上前に浪速宮というのがあったことは事実です。しかしながらね、それをもって都だと言えるんであるならば、日本中都だらけになっちゃうでしょ？そうでしょうに。宮崎からずっと遷都してきてるわけですからね。で、奈良県だって奈良都になるわけですよね。柏原神宮がありますので、柏原都になるわけですよね。こういう風に、大阪都と名乗るその歴史的な背景というのも考えなければならない。そしてシステムを見ても、大阪都構想というのは、大阪を破壊するだけ。そして、日本を分割するだけに過ぎないと。ですから私がね、いつも言ってますけれども、大阪都構想の維新のね、書いてる文章を読めばですね、結局彼らがやりたいことは、日本から外交権、国防権、この二つを取り除いた独裁区を作りたいっていうことなんですね。もうただこれだけなんです。そしてそのためにこの大阪都構想を使っている。大阪都構想を皆さんにぜひ作りましょうとやっている。確かに今の段階では先ほども言った通り、大阪市を4つに分割するだけです。しかし次の段階に進めば、さらにね、いろんな市と合併をする。まあ大阪にあるですね、堺市とか、まあ、こういった市とこう合併をしていく。そして大阪都を形成していく。大阪都というのは大阪だけにとどまりません。近畿圏全体を巻き込んで大阪都を作ろうとやってるわけですね。こんなものを認めたら日本がめちゃくちゃになってしまうわけです。ましてやね、維新というですね、このクソったれどもが権力を握るためだけにですね、この大阪都構想を皆さんに訴えております。そろそろね、時間がやってまいりました。皆さんにね、今日ぜひお願いしたいのは、その一票、皆さんが持ってる一票、棄権したという人もいました。しかしながらね、皆さんが今持っている一票が、明日の大阪を作るんです。もし本気でね、大阪を作ることを考えている人たちがいるのであるならば、その一票をぜひね、反対票に投じてほしいと思います。本日です。本日11月1日に投票が行われます。今のところ世論調査の結果では賛成反対ともに拮抗していてどっちが勝ってもおかしくない状況だそうです。これをですね、最後のお願いとして皆様に訴えて今日の観戦を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。